皆さんこんにちは、日本語の1、ビデオ講座です、今日は、WH クエスチョンです。まず見てください。彼は誰ですか？彼はクリスさんです。彼は何歳ですか？彼は15歳です。彼は何年生ですか？彼は高校2年生です。彼は何が好きですか？彼は寿司が好きです。彼は焼き鳥が好きです。彼は何が得意ですか？彼はゲームが得意です。わかりますか？もう一度。彼女は誰ですか？彼女はジェニーさんです。彼女は何歳ですか？彼女は14歳です。彼女は何年生ですか？彼女は高校1年生です。彼女は何が好きですか？彼女はピザが好きです。アニメが好きです。彼女は何が得意ですか？彼女はバスケットボールが得意です。わかりますか？では、彼は誰ですか？彼はデイビッド君です。誰ですか？デイビッド君です。彼は何年生ですか？彼は17歳です。彼は何年生ですか？彼は4年生です。出身はどこですか？出身はサンフランシスコです。わかりますか？誰？何歳？何年生？何？どこ？これは WH クエスチョンです。わかりますか？すみません。彼は誰ですか？彼は何歳ですか？出身はどこですか？彼は誰ですか？彼はイチローさんです。彼は何歳ですか？彼は34歳です。出身はどこですか？出身は東京です。もう一度。すみません。彼女は誰ですか？彼女は伊藤美咲さんです。彼女は何歳ですか？彼女は25歳です。出身はどこですか？出身は大阪です。わかりますか？ WH クエスチョンです。何が好きですか？私は寿司が好きです。何が好きですか？私はピザが好きです。何が得意ですか？私はゲームが得意です。僕はサッカーが得意です。僕は日本語が得意です。わかりますか？では、これを見てください。彼女は誰ですか？彼女は何歳ですか？
彼女は何年生ですか？出身はどこですか？彼女は何が好きですか？彼女は何が嫌いですか？彼女は何が得意ですか？書いてください。わかりますか？では、今日は WH クエスチョンでした。さよなら。